エジストは、アメリカ海軍の護衛空母、防具急航空母艦の一隻。後に、イギリス海軍へ移管されネえボブと改名し、運用された。艦は、海事委任契約の元ワシントン州タコマの、シアトルタコマ造船所で1942年10月20日に、寄港する。1943年3月9日に浸水し、1943年9月7日に、竣工し、 レンドリースポーに基づき、イギリス海軍に移管されて、ネーボブと命名された。イギリス海軍の人員不足のため上院の大半は、カナダ海軍から重当された。だが、食料の質がカナダ海軍より劣っていたことが、カナダ人にとって不満となり、給料の差がイギリス人にとって不満となった。そして、任務放棄する者まで現れたため、 イギリスに向かう前に問題点の改善がなされた。1944年1月25日、ジョージア海峡でアベンジャーを着艦させていた際に、海図の誤りが原因で座礁。離礁後サンフランシスコを経由し、パナマ運河を通ってニューヨークに向かい、1944年3月19日に到着した。ニューヨークからは UT10 戦団と共にイギリスへと向かった。 1944年8月、空母インディファティガブル、護衛空母トランペッターなどと共に、ノルウェー沿岸への機雷不設作戦に参加。ネイボブなどから発信したアベンジャーが47個の機雷を不設した。続いて、ネイボブはノルウェーに行ったドイツ戦艦ティルピッツに対する攻撃作戦に参加した。この作戦では、ネイボブ搭載機はティルピッツのそばに機雷を不設する予定であった。 8月22日に、ネイボブ搭載機は、トランペッター搭載機と共に発進し、機雷不設に、向かった。だが、目標地点の低空に雲が広がっていたことから、作戦は中止され、帰還した、航空機を収容後,後への艦艇に対する給油の、準備をしていた時ドイツ潜水艦 U-354 の攻撃を受け魚雷1本が、ネイボブの右辺に命中。浸水により、 疾水が増加し、また電力が失われ換気が止まったことで、機関室では温度が増加し乗員が脱出した。同日中に電力は復旧して浸水もコントロール下に置かれ、ネーボブは自力でスカパフローに向かい、8月27日に到着した。損傷は大きかったためネーボブは1944年9月30日に退役し、部品取り用にされた。 ネーボブは1945年3月16日にアメリカ海軍に返還され、1947年3月にオランダの造船会社に売却された。その後、ネーボブは商船に改装され、船名は最初はネーボブのままであった後に、グローリーと改名された。1977年に台湾で解体された。ありがとうございます。